松江創生事件は、1945年8月24日未明、日本の島根県松江市で、青年グループ、広告義勇軍数十人が、武装放棄し、県内主要施設を襲撃した事件である。この事件により、民間人一名が死亡した。松江創生事件という名称は、取締り当局によるものであり、広告義勇軍事件。 島根県庁焼打事件とも呼ばれる。この事件は、太平洋戦争敗戦直後に、各地で発生した、無条件降伏に反対する相乗事件の一つである。地方都市である、松江市で発生した事件であるが、大日本帝国憲法下における全国的規模の、騒乱を目的とした最後のクーデターであり、大四人で裁判が行われた最後の事件でもある。 1945年8月15日、ポツダム宣言の受諾による日本の降伏が、昭和天皇による玉音放送によって国民に発表されると、その2日後の8月17日、東京都では、降伏に反対する尊上同志会の会員らが、あたご山に籠城、全国に決起を呼びかけた。松江草城事件は、このあたご山事件に交応する形で発生した。 8月24日未明、村上同士会会員であった岡崎伊佐を中心とした20歳前後の男女、数十人が広告義勇軍を名乗って武装放棄し各隊員が分担して県内の主要施設を襲撃した。島根県庁は焼き討ちされ、新聞社、発電所もその機能を一部破壊された。事前の計画では、知事、 検事制の暗殺も起とされていたが、足並みが揃わず失敗した。一味は各地を襲撃後、全国に決起呼びかけを行うため放送局に集結したが、放送局長はこれを固く拒否した。押し問動画続く間に、警官、軍隊が放送局を包囲し、その結果全員が検挙され鎮定された。島根県庁舎。 県会議事堂のべ3000平方メートルは全焼し、被害額は約192万円を計上当時の県、職員給与総額は103万円、焼き討ちの際に住民一人が殺害され、書類等も多数消失した。発電所襲撃の影響で松江市内は3時間半にわたり停電となった。新聞社も襲撃の影響で8月31日まで、 タブロイド版での発行を余儀なくされた。行政、治安当局をはじめ、敗戦直後の島根県民には異常な衝撃を与えたが、報道管制などが功を奏し、この放棄が全国に波及することはなかった。広告義勇軍の主要メンバーは服役した後、教育者や印刷会社職員、産業廃棄物処理業などについていたことが判明しているが、 その他のメンバーの行方についてはほとんどわかっていない。事件を起こした広告義勇軍のメンバーはすべて主犯の岡崎伊佐の影響を受けていた。また、サブリーダーの長谷川文明と行動隊長格の旗野、康彦は大東塾の影山正春を崇拝していたとされる。この岡崎、長谷川、旗野の三人は事件発生の約半年前から 島根県松江市内の大日本言論法、国会島根支部を介して知り合い、配色の濃い選挙区の中で、昭和維新、一斉決起の防議を行っていたが、そのまま1945年8月15日の終戦を迎えた。終戦までの詳細は、以下の通り。金納、誠結びの帰還紙維新抗論主犯の岡崎公7月17日の2006年。 島根県に生まれ、1939年3月に松江中学校を卒業後、2年間満州の三井物産法天支店に勤務中、国水主義に感化された。1942年11月に日本に戻り、僧侶を目指して立正大学専門部に入学する傍ら、中学時代の親友である広江子文がいた。 国家主義団体の勤能誠結びにも、ところぞく、国家革新運動に参加していった。当時の岡崎が影響を受けた書籍としては、三田岩尾、昭和風雲録松永財、広告大制天野達夫、国体行動などがある。岡崎は資材を投じて、府立高校隣接地に、一心寮を設置し、そこで毎晩、拓殖大学二年生の斉藤直幸ら七、 八人と共に、異性者、軍閥を批判し、激論を交わしていた。当時は、太平洋戦争における、日本の配色が濃厚な時期であり、東条秀樹内閣の打倒や暗殺が様々な、グループによって画策されていた。内大臣の木戸光一や中野聖郷らも、首相、陸将、海将を刷新する秘密工作を行っていた。しかし、 これを察知した東条が先手を打ち、新首相候補とされていた、宇垣一世が交流される事態に発展した。これを知った岡崎は、東条が陸海軍の協調を阻害しており、話し合いでは、事態が進展しないと考え、東条や市聞特労の暗殺を計画、早稲田大学の配属将校から手榴弾、単銃を入手しその機会を待った。 しかしこの企ても、岡崎とは別に斉藤らが企てた、東条打倒計画が、事前に、憲兵隊に露見し、そこから、芋づる式に、岡崎も連行された。1943年7月、放火殺人予備、爆発物取締罰則違反で連行され、菅野拘置署に1年半交流の後、1944年9月に、懲役2年の判決を受けた。 岡崎は、同年11月に釈放されたが、飯島義しが結成した、村上同士会に、直ちに参加、特別高等警察から要注意人物として、マークされ続けた。島根県松江市に帰郷した後は、障害心運動の指導的人物として、活動を続ける一方で、勤労同員所や都院となった。岡崎が、 太平洋戦争の内実を見ることになったのは、この勤労動員書勤務時の体験による。この勤労動員書で、岡崎は、要注意人物という人物像とは全く別人と考えられるような行動をとった。軍需工場への徴用は、個々の事情を考慮して行うべきという自身の考えから、家庭の事情などで、徴用免除の嘆願に来る人々の相談に乗り、 自分の責任で免除していった。その結果、所長と考えが衝突し、呉れ軍交渉へ行く、女子挺身隊員75人を1週間以内に、選出せよとの命令を受けた。岡崎は人選のため新上書を調べると、地位の高い有力者の令状はなぜか徴用されていない、という事実に気づいた。そして松江地裁所長や道県次世の令状らを、 女子定身隊員として、選出、令状らが、女子定身隊となることを、地元新聞にリークして大きく報道させた。勤労動員諸所長や、県事制はこれに激怒し、岡崎を同活したが、岡崎は引き下がらなかった。しかしこの女子定身隊員が出発する2日前、岡崎は、大阪府へ出張を命じられた。出張から戻ると、 女子停心隊員はすでに出発し、有力者令場の徴用は取りやめになっていた。岡崎は勤労動員所に辞表を提出し、大日本言論法国会島根支部に入った。1945年4月、岡崎は大日本言論法国会島根支部に入った。当時は、東京大空襲や、硫黄島の玉砕などが発生し、選挙区はさらに絶望的となっていた。 新州不滅、一億玉砕が流行語となり、日本国民は本土決戦に向け動員されていた。島根県では敵上陸に対する武器として、高等女学校生には千枚同士の常時、携帯が決定され、子供には少年用竹槍が配布された。報告会島根支部は、松江市内の和田賃来弁護士事務所の一室と、深田屋旅館別館に会う、 事務所としていた。この旅館は、報告会島根支部長である、桜井三郎右衛門の上宿でもあった。岡崎は、村上同士会と連絡を取りつつ、畑野康彦、長谷川文明、森脇小吉、白、波瀬登らと、配色の濃い選挙区に、焦り、昭和維新、一斉決起を防御していた。支部長の桜井は、決起に際して、民間だけではなく、 軍隊との連携も提案したが、岡崎はこれに反論した。連絡を取る余裕はなく、民間から立ち上がれば、軍も追従するとして、昭和維新のステージとなるべきと述べた。この考えが、畑野や長谷川など若い世代からの支持を得た。1945年8月15日の正午、昭和天皇による玉音放送によって、ポツダム宣言の受諾が、 国民に伝えられた。翌8月16日付け、島根新聞社説では、これを、急戦の象直と伝えた。国民に、国体の誤辞を告げた、鈴木貫太郎内閣は、総辞職し、17日には、東国宮内閣が発足した。政治的激動を迎える中、島根県知事であり、島根県国民義勇大本部長でもある。 山田武雄は15日に国有を発し、内政、通婚の明記と、自暴自棄や失死で一億同胞に亀裂が生じないよう、県民に求めた。翌日16日には、祖国復興、広告の復興のために、県民の結束を勝ち取るという目的から、県民式方策大綱を決定し、その冒頭では、根治外交折衝の経過。 内容及び戦争終結のやむなきに至った事態をできる限り県民に発表をするという方針が掲げられた。また3.56項では県民自身の内政に基づいた戦争責任の分有を求め他者への敗戦責任追求の遮断と天皇への真珠を求めていた。このように県当局が秩序維持に動いている一方で軍当局も県民に対して 引き締めを行っていた。17日、小川松江地区司令官は、休戦の対象を廃したと言って、あたかも和平が訪れたように考えたり、また憶測に基づく、流言飛語に迷うことは危険であるとし、対象の趣旨に沿って、講和条約が結ばれるまでは、関東精神を堅持しなければならないと語った。この8月15日の終戦を前後して、軍隊の内部では、 宮城事件や霞ヶ浦航空隊、厚木航空隊の交戦呼びかけ、基地選挙などの動きがあり、また民間では、あたご山での村上同士会会員の立てこもり、自爆があった。これらはいずれも22日までには鎮圧されたが、島根県松江市では8月17日から19日にかけて、林県の鳥取県美保航空隊基地から飛来した海軍機が断固交戦のビラを巻き、 市内にも、ソ連だと、聖戦冠水の張り紙がなされた。また、カノア市軍柿の木村では20日、新村朝鮮人に際して、本土決戦が意識されている。東京、大阪などの空襲の惨状を見れば、日本に戦争遂行の能力がなかったことは、明らかだが、このような戦災を受けなかった山陰地方では、本土決戦は、まだ可能かに見えた。 そのことが事件発生の素地の一つになっている。8月15日、長谷川と畑野は二人ともが放仕していた竹内神社の社務所で玉音放送を聞いた。長谷川が後に語ったところによれば玉音放送の内容は雑音でよくわからなかったが敗線だということはなんとなくわかり、陛下の涙混じりのお声を聞くうちに気持ちが決したという。 二人は、報告会島根支部に駆けつけると、岡崎もすでに決起を決意していた。一方、報告会島根支部長の桜井は、有力者としての分別を持っていた。似た軍の自分の屋敷で、玉音放送を聞くと、すぐに、松江市の連帯本部に駆けつけ、知り合いの連帯長に会い、連帯長自身の真意を確かめた。連帯長はサジを投げた状態であり、 軍の決起どころではないことを判断した。桜井は岡崎らに不穏な動きがあることは知っていたが、深田や旅館別館での議論は急速に萎えていった。桜井三郎衛門の動き軍部の参加が不可能と知った段階で、桜井三郎衛門は岡崎らから離れていった。事件後、桜井が決起の黒幕だったという噂が流布されたが、桜井はこれを否定した。 しかし、深田や旅館別館で、岡崎らと一斉放棄の議論をした桜井が知らなかったとはとても考えられず、岡崎らが何か起こそうとしていたのは知っていたが、具体的計画と行動には参加せず見て見ぬふりをしたのではないか、とジャーナリストの林正幸は推理している。また猪瀬直樹も、同様に、桜井は不穏な動きがあったことを知っていた、としている。この当時、 桜井は安岡正厚が設立した近畿学院の事実上の参院支部、参院祖公会の会長でもあった。終戦に際し安岡正厚自身が終戦の招徴の編算に加わっており、近畿学院の態度もまた徹底抗戦ではなく、招徴に従うものであった。こうした状況で参院祖公会会長の桜井が決起するなど、到底不可能であり、 また軍隊との連携もできない中で自分自身は行動できないが岡崎らの主張も共感できるという心中で苦悩していたのではないかと林は推測している岡崎は終戦が信じられずまた徹底抗戦の一斉放棄があると信じていたため状況を起としたしかし岡崎は特攻警察からマークされていたため特攻課長から 上京するならば検索しなければならないとの注意を受けた。8月17日、岡崎の状況を阻止した特攻警察が油断している間、岡崎に代わって畑野が松江市を離れて上京した。一昼夜の後、空襲で焼け野原の東京都に着いた。畑野は初めての状況であり、空襲された状態を見ても日本に戦闘の余力がないとは感じなかった。 中野区の防空壕にいた松永財門火星の西、三千春から東京の情勢を伝え聞き、また西からの忠告として、島根県だけで、軽挙盲導してはならず、全国一斉放棄でなければならないこと、やるときは、霞ヶ浦から飛行機で迎えに行く胸を告げられた。畑野は、大混乱の東京駅から帰都に着き、 京都府を過ぎたあたりで一刻も早く報告するため長谷川に電報を打った。畑野が上京している間、岡崎と長谷川は大きの具体案を練り、特に岡崎は軍隊との連携をギリギリまで拡作していった。後の長谷川の証言によれば、松江市小資源中東の101部隊は確実に一個中隊掴んでいたという。二千八年現在の美保航空隊基地。 8月22日、連合軍の日本本土上陸は26日であることが新聞で報道されると、岡崎は25日までに決起することを決めた。深田や旅館2階では数百枚のザラ紙が用意され、一枚一枚に、県民に次ぐ、広告商兵に次ぐ、帝国日本に、幸福なしなどの激文が牧書された。計画では、美保航空隊基地の航空隊によって、 これを散布する予定であったが、22日夜にはすでに、美保航空隊基地の航空隊は解散し、米越しの陸軍航空隊基地でも、飛行機は飛べないように部品が外されていた。深田屋旅館下宿者の証言、石井森夫は、自宅が住宅疎開で壊されていたために、深田屋旅館に下宿していた。石井は、事件発生の約に、3日前に、下宿の2階で、 山田知事をやってしまえ、検事生も同罪だという物騒な話題が、小高に話されているのを耳にしている。松江市には徹底抗戦を主張する人間が少なく、なかったため、石井にとってもその一つに過ぎなかった。しかし、後にこの声の主が、事件の犯人だったと知った際には、膝の震えが止まらなくなり、各地で放棄が起こる、可能性や、 占領軍心中の際の事態に対して不安を覚えたという。23日夜、陸軍航空隊基地から戻った岡崎に、畑野が西から伝え聞いた東京都の情勢を語った。その内容は、午前会議を経て昭和天皇がボツダム宣言の受諾を決定したこと、この絵師団の青年将校が決起したこと、横浜高専の生徒が、 鈴木首相官邸を襲撃したこと、村上同志会が、あたご山で牢城していること、霞ヶ浦航空隊が交戦を継続中であること、の5つである。岡崎は、以前から武器の対応を約束していた、憲兵隊に向かうが、いざ対応となると、憲兵隊長は、非協力的な態度をとった。そこで、決起の際にはそれを阻止しないという約束だけを、取り付けた。 午後11時過ぎ、軍隊の協力が得られないと知った岡崎はポケットから、決起の計画書を取り出し、それを旗野に見せた。計画書の用紙は次の通りである。標的となった島根県庁舎。旗野が頷くと、岡崎は、旗野らに対して、自分の身辺には、刑事がいるので、警察に気づかれないように、松江五国神社の境内に向かうように命じた。 広告義勇軍が集結した松江五国神社の境内。写真は2008年撮影。8月24日午前1時ごろ、岡崎の同志数十人は松江五国神社殿に左側のシーの木陰に集結した。男子隊員はカーキ色の国防服、女子隊員はモンペ姿の服装で集合し、ほとんどが20歳前後の若者であった。武器は 長谷川と森脇が、日本刀を、藤井がダイナマイトを所持し、その他に、岡崎が母校である、松江中学校から結んだ三十八式不評銃と、中堅十五丁があったが、弾薬はなかった。中学生が起点を聞かし弾薬を事前に隠したので、ある。放棄にあたり岡崎伊佐は、演説を行い、楠木正茂の内地人が、尊王倒幕の思想をジャッキし後に、 明治維新の原動力となったことから、自分たちの死も、後世の日本精神復興につながるであろうことを、述べた。次に、畑野が、東京都の様子を報告し、そして、長谷川が、襲撃目標、舞台編成を指示した。知事感謝、岡崎伊佐ほか5人。県事制感謝、高木茂夫か3人。島根県庁、森脇正吉ほか3人。 松江郵便局、藤井良三郎ほか二人。中国拝殿、長谷川文明ほか四人。島根新聞社、白、奈美瀬登る他四人。大野火薬店、畑野康彦ほか四人。激文配布、森脇美木栄ほか女子隊員15人。達成後は、松江放送局に集合し、ラジオで全国民に抗戦を訴え、また一般人に危害を加えてはならないが、 妨害する者は殺害することとした。一斉放棄の時間は午前2時40分とし、団体名を広告義勇軍とすることを決定した。広告義勇軍の人数この際に結集した、広告義勇軍の人数については、資料によって記載のばらつきがある。少ないものでは、新州島根県氏が、岡崎佐害貝14人と記している。 松江市政100周年記念松江市市では、岡崎佐尾を長とする青年男女34人と記るし、図説島根県の歴史では、岡崎佐尾らは46人の青年を集めて、広告義勇軍を結成としている。また、島根県大百科時点では、男女47人とし、国史大時点では、48人としている。新州松江市市では、 男女四十数人とする。ある女子隊員の欠陣理由事件後、当時の女子隊員の一人が語ったところによれば、戦時中は、戦や国のために引き締まった気持ちで頑張ったにも、かかわらず、深国と信じていた日本が完膚なきまでに破れ、戦前の常識のすべてが泡のように崩れていく、社会情勢にいたたまれなかった。そして、国家と国権の維持は、 兵の力にありとの思いから、広告義勇軍の一員になり、計画後は、仲間全員で死ぬ覚悟もできていたという。事件後19、4年を経た後も、少しの悔いもないとの証言を残している。県庁の焼き討ちは、予定よりも20分早く、各隊の足並みは乱れた。新聞社、変電所への襲撃は、計画通り実行に移されたものの、知事、 県事制の暗殺と電話試験室の爆破、火薬点襲撃は失敗に終わった。計画は半ば達成されないまま、各隊は松江放送局へ向かった。詳細は以下の通り、島根県庁舎は全焼した。県庁襲撃隊は午前2時には県庁の構内に忍び込んだ。予定では2時40分に一斉放棄の予定であったが、 一人が警炉中の警官に見つかった。防空壕へ逃げ合せたものの、署に通報されればすべて水砲に返すとの判断で、予定より20分早く町内に侵入、2カ所に放火した。県庁舎は木造であったため、芝叩く間に黒煙が昇った。放火後、集合場所である放送局に向かう途中で火災に、慌てて駆けつけた茶店の主人、ソダ田ンと出会い、 抵抗者と勘違いした襲撃隊隊長の森脇が日本刀で切りつけた。日本刀は蘇田艦の右章をかすめ、そこに隊員の北村武が銃剣で腹を突き、蘇田を殺害した。この事件唯一の死者である。新聞社襲撃隊は火事の野獣馬に紛れて車内に侵入した。担当と着検銃で宿直を脅し、臨転機のベルトを切断。 活字版画もひっくり返した。無電気を探したが発見できなかった。このため、山陰新聞は31日までタブロイド版での出版となった。変電所襲撃隊は、変電所が松江五国神社から4キロ以上は慣れていたこともあり、到着が3時少し前であった。日本島で宿直を脅し、広告義勇軍であることを名乗った。 配電線を溶かせ、隣接する中廃南変電所で65000ボルトのケーブルを切断した。このため、市内は3時間半にわたり、停電となった。知事襲撃隊は、予定通り知事感謝裏口に到着したが、暗殺には失敗した。知事は、一足早く火事の知らせを受けており、2時35分には、玄関を飛び出し、現場に向かっていたためである。 検事生襲撃隊も同様の理由で暗殺に失敗した。郵便局襲撃隊は電話試験室裏側の垣根にダイナマイトを仕掛けることには成功したものの、導火線を燃やしただけで不発に終わった。火薬店襲撃隊は隊員全員が市内出身ではなく地理に不安内であったため、火薬店自体を発見できず火薬ダッシュを断念した。 この後火薬店襲撃隊の行方については、資料により、見解が分かれている。前田晴美、昭和反乱誌では、そのまま放送局のある将棋山に集ったとしている。一方、猪瀬直樹、御社のいたずらでは、火薬店襲撃隊は、その後一時は、放送局を目指したものの、集結に間に合わないと判断し、現場で解散したとしている。 そして火薬店襲撃隊長の畑野は、自決を進言する若い隊員を説得して、家に帰し、自身は、連日の準備で疲労が溜まっていたため雑木林で、横になっていたところ、そのまま眠って、夕方を迎えたという。ダイナマイト習得者の証言当時白方、国民学校4年生だった、郡山正宏は、松江郵便局を遊び場にしていた。郡山は、 事件翌日の午前中も郵便局で遊んでいたが、その際、床下の通気口付近で、長さ約20センチメートルのバトンのようなものが4本、束ねてあるのと、そばに焦げた針金のようなものを見つけた。甘い匂いと、舐めるとほのかに甘い味がしたので、ポケットに収めた。しかし落ち着かなかったので、学校に届けると、警察からしつこく習得時の様子を聞かれた。 後で、長さ約20センチメートルのバトンのようなものは、郵便局襲撃隊の仕掛けたダイナマイトだったと聞き、もしポケットの中で爆発していたらどうなったかを想像して、血の毛を失ったという。氷山は後年、参院中央テレビの放送技術局長となり、この事件を主題とする、ラジオドラマ、あれから15年を制作した。松江市将棋さんにあった松江放送局。 写真は1940年当時のもの。放送局には火薬店襲撃隊を除く全員が集結した。決起主意書の放送を放送局長に向かって談判したが、局長はこれを固く拒否した。押し問動が続く中朝を迎え、放送局は約50人の武装警官と松江連隊の兵隊20人に包囲された。 リーダーの岡崎は抜刀師将校に対して、自分たちは戦線の象直を報じて、米英撃滅を誓う、広告義勇軍であると宣言。軍隊が天皇と国民の信頼を裏切って悲惨な状態に落とし込んだこと、そして自分たちこそ高速高層の意思に沿おうとするもので、あり、歯向かう者は逆賊である胸を叫んだ。その後、双方の間で、話し合いが行われた。 岡崎と知り合いであった特攻課長は、このまま、抗戦状態になれば、双方とも死傷者が発生するため、妥協を促した。岡崎は、自分の生命と引き換えに、広告義勇軍の罪を不問とする条件で投降した。最後に、東方要配をしたいと岡崎が提案し、広告義勇軍、兵隊、警官の双方ともに整列、岡崎が、東方要配の号令をかけ、 兵隊は銃を捧げ、警官隊と広告義勇軍は再敬礼し、全員で天皇陛下万歳を参照した。そして広告義勇軍は武装したまま手錠もしない状態で松江署まで連行された。広告義勇軍は松江署の剣道場に収容された。岡崎と特攻課長は別室で処遇について話し合った。特攻課長は検事生から ボートの釈放は不可能との通告を受けたため、先の約束を撤回する旨を岡崎に告げた。岡崎は抗議し、同志と相談するため剣道場に戻ったが、すでに手遅れであることも察知していた。そのため岡崎は、先の約束通り自身の命をもって、同志を釈放してもらうことを起とした。岡崎はメンバーに対し、取り調べを堂々と受け、釈放後は、 日本の復興のために尽力してほしいということを述べ、決起の失敗を浴びた。そして素早く鎧同士で腹を二度刺した。特効課長と放送局長は駆け寄ろうとしたが、日本刀を持った長谷川に制せられた。岡崎は天皇陛下万歳を叫びながら、今度は首筋に突き立てた。同室のメンバーは号泣し、岡崎は意識不明の状態で、 松江日赤病院に運ばれ、一命を取り留めた。その後、全隊員が、戦時創上、住居侵入、電信ガス利用妨害、爆発物取締り罰則違反等の疑いで、取り調べを受けた後、女子隊員は、翌日に、各襲撃隊責任者以外は、翌々日に全員、釈放された。島根県警防課長、県警務課長だった、西村邦次郎は、 事件の翌年9月2日に、島根県庁焼打事件残悔覚書を記している。西村によれば、当時は日々最悪の事態を考慮して、対策を行うことを口にしながら、実際には、それが徹底していなかったという。組織内部の指揮系統にも乱れがあり、警察部長の鹿戸玄太郎と特効課長の和田彩氏の間にも、感情的な対立があった。また西村は、 無意識的に、田舎者に、何ができるかといった、軽蔑感も流れていたのではないか、と述べている。事件前、西村は、特攻課長の和田に、島根県内に警戒を要する右翼が何人いるのか、とうと、一人いると回答されたため、安心してしまったという。首謀者の状況を食い止めたことで安心してしまっていた、特攻は、海軍航空隊がばらまいたビラを持って、 県農業技術委員養成所の生徒たちが騒いでいるという出雲市民からの情報があってもそれを握り潰した。また、大原軍で国民義勇隊員が竹槍を持って集合しサイレンを鳴らして規制を上げていたことに対しても注意していなかった。さらに事件前日の夕方には和田の判断により松江署の警戒要因を半減した。しかしこの夜、その 一人によってこの事件は引き起こされた。事件発生後、首謀者は特攻がマークしていたその人物であり、幹部の多くは大原軍出身、また、県農業技術委員養成所生徒の多くも広告義勇軍に参加していたことに、警察側は色を失った。西村は、専任警視である特攻課長への遠慮などせず、右翼に対して警戒をしていれば、 事件を食い止められていたであろうことを、島根県庁焼打事件残悔覚書の中で、記している。この事件に対しては報道完性が敷かれていたため、報道が解禁されたのは1ヶ月後である。この写真は報道解禁後の1945年9月25日付、朝日新聞。事件当日、知事の山田武雄が襲撃を免れたのは前述の通りである。 警察電話で火災を知った山田は、ステッキを武器に放火現場へ向かい、まず県庁正面2階に安置されていた、ご親衛の無事を確かめた。警官から、ご親衛は、城山地下避難所に移したと報告を受けると、そこに椅子を配置して事件に対する指揮を行った。燃え盛る、県庁前には2000人を超える群衆が集まった。しかし率先して、消火作業に当たるものはなく、 皆黙って見つめるだけだった。島根新聞の翔太川記者の証言によれば、群衆は静かに燃える県庁を目の前にして、日本の今後を思い呆然自失の状態であったという。また別の資料によれば、終戦当日まで松江市民が当局に政府の方針だ、間引き疎開だと痛めつけられていたためか、群衆の中には心の中もしくは声を上げて、 天皇の名で悪性を敷いた役人たちの泣き面が見たい。ザマーミロ、俺たちの家を倒した天罰だなどと叫んだ者もいたと、されている。松江市最下町のある主婦の証言によれば、現場は、松江大橋を隔てて、火の海だったが、今にも火が橋を渡ってくるのではないかと、感じられるほどの大変な火の勢いだったという。ただし、この事件が、全国に波及することもなかった。 地方都市で発生したことや、決起の時期が8月15日を過ぎてしまっていたこと、また報道管制が敷かれていたことも影響した。襲撃を受けた島根新聞社は24日付の、紙上で、やむを得ざる突発的事故のためタブロイド版で、発行するという旨の社国を掲載し、25日付同志市場では、山田知事が、火災救援並みお見舞い五礼を掲載するの、 その原因には触れていない。25日の朝日新聞史上においてもわずか7行、放火、失火の別すら報じられなかった。この事件の全容が報じられるようになったのは1ヶ月後である。9月25日に広告義勇軍のうち15人が起訴されたことを受けて、26日付の島根新聞では一面の範囲分を咲き、 基礎事実を中心に大きく報道された。この事件の初公判は1945年11月5日、三瀬忠都を裁判長として、松江地方裁判所で開かれた。被告人は、広告義勇軍の主要メンバー15人であり、岡崎は、大島紬の着物、羽織、袴姿で入廷し、裁判長に一連した。 岡崎は法廷に新中軍将校が立っていることに気づくと裁判長に向かってこの裁判が新中軍の何において行われるのかそれとも天皇の何において行われるのかを問いもし新中軍の何において行われるのであればこの裁判を受けることができないと告げた三世裁判長は日本は敗れたといえどもこの裁判は天皇の何において行われる旨を返答した この返答を重く捉えた、広告義勇軍のメンバーは、基礎事実をすべて認めた。11月7日の第2回後半において、被告人となった岡崎から、広告義勇軍決起の動機が述べられた。目的は、天皇の意向を遮る重心や、財閥の排除と、維新内閣の樹立であり、その理由や、当時の心境として、以下の旨が挙げられた。とうとう、数万語に及ぶ、 放棄の心境を述べた。また、11月25日の第13回後半時には、などと述べ、もし自分たちの行動が法に触れるのであれば、自分が全責任を負うので他のメンバーを責めないでほしい、と述べた。他のメンバーは、この事件は失敗したが、自分たちの行動が日本国民を覚醒させ、昭和維新の役に立つのであれば、本会であるとも陳述した。 11月24日の第12回公判では、証拠物件の日本刀や銃剣などをめぐって、検事側と弁護人側で激論となった。その後、休憩の検事論告書が読み上げられた。検事側はこの事件の動機が、広告義勇軍の天皇に対する、忠誠心という告の史上から出たものであることについては一定の理解を示した。しかしながら、 急戦の象徴においては国民の警挙モ動を今占めているのであるから動機にかかわらずこの事件は遺憾主国であるとした。また、急戦の象徴が天皇の真意かどうかを憶測するのは日本市民の道ではなく仮に象徴が天皇の真意でなかったとしても一旦発せられた限り守らなければならずどんな愛国運動でも法令を無視して 秩序を乱すことは許されないとした。さらに、何の罪もない商店主が犠牲になったのは目視できないとして、岡崎に死刑を求刑、その他の被告人にも勇気、無期の刑を求刑した。翌日11月25日の第13回公判では、弁護人最後の弁論が行われ、二人の弁護人が、検事論国に反論した。 弁護人はこの事件が後に語り継がれるような歴史的事件であることを述べた後、以下の4点を主に弁護した。この4点で一旦弁論は終わり、2人の弁護人は裁判官には小島意見の心を持って判断してほしいこと、また被告人らの行動は違法であるが動機となる、忠誠心は純粋なものであるとして、寛大な措置を裁判官に求めた。 松江地方裁判所でこの事件の担当裁判長であった、三瀬忠都氏は、数回の後半を経て、岡崎の人格が立派であること、また、広告義勇軍のメンバーが一瞬乱れず、岡崎の方針に命を落として動いたことに感銘を受け、深く同情した。そして、この裁判をするために生まれてきたのではないかとまで、思うようになり、視力を尽くして、 適切な裁判をすると決心して法廷に臨んだという。地裁ではこの事件は12月20日に決心し、判決では岡崎勲佐夫が無期懲役となったほか、全員に懲役刑が言い渡された。戦時刑事特別法の適用を受けたため控訴審がなく、弁護側、検事側ともに大審院に上告した。大審院では、 弁護側の上告は棄却され、量刑が軽いとする、検事側の上告のみが受け入れられた。1947年5月2日、大審院の判決では、長谷川ら7人に、地裁判決より重い刑が課された。この判決は、大日本帝国憲法下における、大審院最後の審判であり、この翌日には、日本国憲法が施行された。主なメンバーの判決結果は、 以下の通り、確定判決、石橋秀野と松江相乗事件、山本健吉の妻で廃人の石橋秀野は、この裁判が行われていた当時、島根県に住んでいた。石橋は、地裁判決に際し、しわす傍実、この日、判決下りたる、島根県庁焼打事件の被告たちの家族、徒歩にて、刑務所に帰る被告を目送のため裁判所横の、 電柱の陰にいたのズメルに行きやひて三句として、次の三区を読んだ。これら三区は石橋が1947年に京都で死去した後、1949年に刊行された区分集桜国に収録されている。網笠は法廷で被告人が被せられていたものであり、また、主とは、束の間といった意味である。報告会島根支部長だった。 桜井三郎衛門は、事件後一ヶ月以上経過した後逮捕された。半月拘留されたものの、不起訴処分となった。また、島根県のおじ試験上長であった、毛利リトは、試験場若手職員が、広告義勇軍に参加していたため県議がかけられ、軟禁状態の場長室で警察の取り調べを受けた。疑いは晴れたが、監督不勇気届きとして三ヶ月間。 原稿3割の処分となった。事件当時の知事である山田武雄は隕石のため1945年9月12日に辞表を提出させられた。また、警察本部長の死活地、特攻課長の和田もそれぞれ休職、訓戒などの処分を受けている。しかしその他の治安当局者ら、また決起を事前に知っていた憲兵隊長の責任は問われていない。 無期懲役を言い渡された主犯の岡崎が実際に刑に服したのは6年7ヶ月である。これは以下の御社によって二度の減刑令の対象になったためである。大日本帝国憲法の発布から国際連合の加盟までに大社令が発動されたのはわずか7回である。ただし岡崎、畑野、長谷川らにとってこの御社は出所後の生き方を見る限り 決して恩恵的なものではなかったようである。死を閉したクーデターが失敗した上、粛々と刑に服することも許されず、恩賜者によって戦後社会へ返された。各自が出所した後、岡崎勲佐夫、畑野康彦、長谷川文明といった主要メンバー同士の接触は、皆無である。三人とも、応答は戦争の終焉を認めたくなかったという点を、戦後も持ち続けたが、 互いのコミュニケーションはなかった。同じ松江市内に住んでいた岡崎と旗のですら互いに連絡を取り合わず、長谷川は松江市を離れ上京した。その他の広告義勇軍のメンバーについても足取りがほとんどわからず自前であるという。主犯の岡崎佐尾は1952年に仮釈放された。出所後の岡崎は残下の一年で唯一の被害者である。 ソダカンの供養に奔走した。また、1960年に、松江城西高校現在の立正大学湘南高、東学校を経営し理事長となり、生徒に、他の類を見ない、復古調の教育を行い、生徒へ対しての自身の思想の普及に尽力した。毎朝の町会では、全教職員、生徒が集まって、東方洋杯、海り塗装状、 教育直後の合唱、君がよ、高歌聖唱を行い、また、日本史の授業を、国史と呼んで、岡崎自ら教団に立ち、全校生徒は卒業するまでに教育直後を、暗唱できるようにさせたという。1968年には参院選全国区に、立候補したが落選した。選挙時の新聞報道では、岡崎伊佐朝日木材社長、 島根県ライフル射撃協会副会長、立正大中隊とあった。高市教、信仰の幹部となり、立正大学文学部宗教学科卒業、文学博士と称し、光記念館の館長に就任。その他全国日本学士会役員、日本ライフル射撃協会評議員にもなった。2002年当時も理事長として、私学復興に当たっていたが、 その後2006年に死去した。また、島根県警から岡崎に資金が渡っていたことが流出した警察文書で判明した。1955年8月には、事件当時の特攻部辞席を含めて10周年異例祭と称する会を開き、県警警備課長も出席して岡崎を激励した。この警察との関係に関しては、 滋賀義雄が国会で追求した。サブリーダーの長谷川文明は出所後すぐに上京し、定年まで印刷会社に勤めた。そして、世界初の和文タイプライターによる学府印刷のシステム化に成功した。自身の技術的熟練に加え、岡倉天心のベートーベンに対する理解に影響されたことによる。 岡倉は芸術において唯一ヨーロッパがアジアに勝ったものとしてベートーベンを挙げていた。このことを安田与十郎の著書、明治の精神から知った長谷川は西洋音楽の楽譜を買い求めていったが希望するものはなかなか入手困難であった。そのため自分で楽譜を組みできないかと考え、楽譜印刷のシステム化へと向かったのである。長谷川にも警察は接触し、 結婚式の祝いのための金が、公費から支出されている。畑野康彦は出所後、天皇への懸命運動に取り組み、また反共行動右翼として、日教祖大会や、広島パッテン六周会のデモ行進に、トラックで殴り込みをかけるなどの行為をしていたが、恐喝事件に連座し再度入国した。再出所後は、大東産業有限会社を設立、巨認化を受けて、 産業廃棄物処理事業を行った。依頼が相次ぎ、設立1年までに月間50トンを超える処理を受け負うようになる。また、旗野家は、島根県大原郡所在の旗谷神社の社家でもあった。ことから、旗谷神社のネギとして、島根県指定無形民族文化財、出雲国大原新色神楽の伝承者ともなった。妻も、元広告義勇軍である。 事件当時知事であった山田武雄は1945年に隕石辞任をした後、料亭の支配人、不動産顧問などを務めたが、戦後社会で味を占めたという経験は一度もないまま、その後、横浜市郊外にひっそりと暮らした。しかし、岡崎を恨んではいないという。広告義勇軍に命を狙われた山田自身も終戦当時、内心では、 本土決戦、徹底抗戦を誓い、敵が上陸した際には最後まで戦い抜く決心をしていたと回想している。内藤政中によれば、首謀者の岡崎は、憲兵隊、松江連隊、三保基地航空隊の抗戦派将校らと連絡を取り合っており、半ば公然と計画を進めていた。もし一斉放棄が計画通りに進んでいれば、 大事件に発展していたと考えられている。新州島根県市によれば、この事件は、岡崎らのやむにやまれぬ心情から発生したもので、あるのと同時に、当時の戦争指導者層に対して、戦争責任の点をめぐっての抵抗の意味をも、含んでいたという。そして、事件の翌月に出された島根県の、上化徹底事故は、県民に対し、少々筆近 軽挙モードを包んで、相互協力することなどを求めている。これは、戦争責任追求による、国民同士の争いを防ぐために出されたとされる。また、昭和初期以降の日本の反乱死に関する検討を、テロリズムという不幸な事実として、強敵立場から再評価されなければならないとした、前田晴美によれば、島根県庁や木内事件は、 終戦という激動期の反乱の収束であると同時に、昭和反乱史の終焉であると位置づけている。もっと毎日新聞記者の中川俊宏は、戦後から2002年に至る日本の状況と、事件当時を対比しながら、広告義勇軍の取った行動の誤りを認めつつ、その姿勢を戦後の現代人が忘れてしまった物事に完全と挑戦する。 生きる姿勢と言えるのではないかと指摘している。ありがとうございます。